共同通信社の第一回衆院選トレンド調査で選択的夫婦別姓制度の導入への賛否を尋ねたところ自民党支持層の63.7%が賛成と答え全体の66.9%に近い結果となった石破茂首相は9月の党総裁選で導入に賛成していたが首相就任後はさらなる検討が必要だと態度を交代させており 支持層のの意見との違いが鮮明になった主な支持政党別に見ると、賛成は立憲民主党が72.6%、日本維新の会71.0%、公明党74.3%、共産党85.9%、国民民主党69.0%、支持する政党はないとした、無党派層は70.7%だった。 現役世代と高齢層では賛否の違いが目立った。30代以下の若年層は76.5%、40から50代の中年層は72.8%が賛成したのに対し、60代以上の高年層は56.1%と差がついた。男女別では女性の70.2%が賛成し、男性は63.3%だった。 以下はネット上のの意見をまとめたものです。これは女性の人権の問題だということを理解した方が良いだろう夫婦別姓ではなく婚姻によってどちらかの姓にするという場合は多くの場合男性の方の姓になることが言われているそうなった場合には女性の場合にはそれまで積み重ねてきたキャリアがそこでリセットされてしまう可能性もある 我々のような研究者であれば結婚前の名前で発表した業績が結婚後の名前での活動につながらないということも聞かれる個人の選択を重視することも必要だアンケート調査は調査する側が得たい方法で実施するので注意が必要です国が同様な調査をして調査結果を報告していますその調査では確か夫婦の性は 現行のままで旧姓の利用ができるようになることも選択肢としてありそれが一番回答として多く結局現行制度のままが6割以上を占めていたはずですこういった調査は回答の選択肢次第ということがわかりますね調査する側が自分の都合に合わせて回答を誘導することになるのでこのようにニュースに惑わせられないように注意したいと思います コメントにも何度か書いてたんだけど、反対派の人たちは、あくまでも選択的なのに、なんでカタなに反対するんだろう。政治家の場合は、統一協会やら、日本会議やらに気を使ってなんだろうけど。子供の姓を挙げる人も多いけど、それは、それぞれの家庭の考えでいいじゃない。親とこの名字違ったらいじめられるかもそんなの、各家庭や学校で、 きちんと教育していくべきそして制度が浸透していけばそのうちそんなことは特別視されなくなると思います同性婚もそうだけど幸せの形は人それぞれいろいろな人たちの幸せを認め合える社会になってほしいと思っています夫婦別姓問題を欧米と比べて女性の当然の権利というのは論点を問題点をすべて出さずに議論を 進めていると思う一昔前の土地に人が縛られていた時代はその土地の有力なせいであることに大きな意味があったしかし今はそんなの本当にごく一部の人にしか関係ないことそう考えれば夫婦別姓は問題ないしかし家族という単位や夫婦という単位で考えた時その性が異なることが本当にマイナスを量がするほどのプラスがあるのかは 疑問だ人間はその状況に適応するしかし高いところから低いところに流れやすいのも人間だ個人としての権利も当然大切だが集団としての権利もないがしろにしてはいけないこの調査結果には疑問を感じざるを得ないどのような質問でどのような回答選択肢であったのかを見てみたい。 マスメディアの世論調査結果の報道を目にする機会が多いが集計結果の報道ばかりがセンセーショナルに取り上げられ、説問の過程を目にする機会が少ないように思える。公平な観点からの調査であることを担保する意味で、説問と回答選択肢の公表はワンセットであるべきと思う。離婚再婚により何度も性が変わる人がいる。またそれにより親子。 兄弟姉妹で性が異なる家族はすでに数多くいるのだから家族で性が違うのは絆が弱まるとか子供がかわいそうというのはおかしい気になるのはわざと離婚再婚を繰り返し性を何度も変えてネームロンダリングする可能性むしろ夫婦同性を強いる方がセキュリティの面でデメリットが大きくないのかな第1回衆院選トレンド調査って 1> 第1回だから初めてだろうに調査がどのように行われたのかの説明が一切ないところが恐ろしい安易に調査結果なるものを信用してはいけない日本人は騙されやすいからこんな遺体の知れない調査結果で信じてしまう人が多いだろうがマスコミもそれを狙って世論操作を行っている可能性があるいやマスコミの世論操作はすごいですね 見出しからして石破氏の意見は食い違いと打ち出しているが石破氏は最初は賛成それは一議員としての見解今は総理それは国政とその責任を負う立場になったのであり彼の意向によっては国民に大きな影響が及ぼすのだからさらなる検証は必要でしょうその役職の立場によって見解が異なるのは責任が伴うから当然では マスメディアの会社組織もそううでしょう課長が部長になれば課長の立場と違った見解を出すし選挙時期になってこうして世論が今までの政治を静観し振り返り正当評価し投票を持って再評価する時期にこのような論調を出すのは共同通信社のいわゆる選挙に対する世論操作でしょうかどちらかといえばそう思うはそう思うとは全くの別物です 答えを明確にしないという謎の回答はありますがそれはどちらでもないとは全くの別物夫婦別姓に全く関係ない興味がない人がほとんどなのにそんな人にアンケートすれば別に反対する理由なんてないんだからどちらかといえばそう思うを選ぶこういう恣意的なアンケートは意味がないので印象操作という意味では 非常に意味がありますが、興味ないやどちらでもないといった回答を入れないと、正確とは言えない。夫婦別姓には反対です。婚姻時にどちらかの姓を名乗るか選択できるし、言うほど生活に支障はないと思います。生活に対して支障を来さないけど、あれば、という程度だと思います。 結婚して妻と同じ名字になったことを嬉しかったし家族になれた感じがしましたこんなこと気持ちの問題だと思われるかもしれませんがそういうのも大切だと思いますそれに子供がどちらかの性を名乗ることになれば夫婦間に亀裂が生まれることになると思います本当に世の中の半分以上の人が賛成なのか疑問です 私は結婚後しばらく働きました。戸籍上は夫の苗字に変えましたが、職場では旧姓で通しました。同じように旧姓で通している人の方が多かったです。それではダメなんでしょうか。それよりもその後生まれた二人の子の苗字が家族四人で同じことの方が子供に余計な混乱を招かずに済み利益があるように思います。そして、 そんなことよりももっと国レベルで議論して法改正してほしいことがたくさんあります自治体には意見を言う機会がありますが国レベルでもなんだか生の国民の意見を吸い取る仕組みができるといいと思います議論する内容についてもっと重要で早急に対応しなければならないことは他にたくさんある夫婦別姓について思い悩んでいる人もいるだろうけど これは一刻も早く対策や対応しないといけないことなのだろうか。例えば、犯罪者に緩い法規制や甘すぎる少年法、高齢者の運転免許について見直すなど、直ちに対策を講じないといけないことは山ほどあると思う。